桐生の兄貴。ユータ。頭が桐生の兄貴についてろって言うもんで。何？ようこそおいでくださいました、桐生さん。遠慮はいりません。さあ、お二人ともどうぞ。南雲はどうしてるんだ。頭は大丈夫っすよ。マジで喧嘩が楽しくて仕方ないみたいです。これで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかね。そうか。ずいぶんお時間がかかったので心配しましたよ、桐生さん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。ゲストに手荒い歓迎とは恐れ入る。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカはすまいと高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それよりいい店でしょ。前のオーナーはセンスがいい。ただまあ何年も変わってないようで、今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見ると、せっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだな。これは手厳しい。ですがここはあくまでも表の顔でしてね、一元の客を案内する場所に過ぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなのです。そして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう。人言派ってことか。ええ、うちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで人言派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です。私に言わせれば、昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。道島の竜が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ。あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ。その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこで。ご案内しますよ。桐生の兄貴。あいつらが俺らをやる気ならもう。そういうもんすか。それにもし達川がこの店にいるなら。確かに。ホストクラブってやつなんすか。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の
本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分わかったそれでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょう。達川というものをお探しでしたね。そうだ、達川。残念ながら達川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報は飲み込みが早くて助かります。兄貴、あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客がひいきにしているホストを指名して、リングレディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん一対一の勝負です。俺も安く見られたもんだな。帰るぞユータ。わざよう、あのリングであんたを倒せば。ええ、そうか。だったら俺が相手してやるよ。ユータ。兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に俺がカムロ町に来たのは、あいつはそれを考えると腹渡煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は達川を追う情報が手に入んなら。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念。君も可愛い顔している。客が喜びます。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴、そのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーのハン・ジュンギが務めさせていただきます。ユータ、心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあゴングを。もういっちょ。
なかなかいいよ、ユータちゃん。これで君も、キリュウの兄貴に顔が立つでしょ。な。待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。ふん。どれだけお前に痛められようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。ふん。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど。ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。島の竜をひざまずかせることで、私は人軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に、私は今胸が躍っています。何とでも言え。約束は忘れるな、ハン・ジュンギ。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ロングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。
ここからが本番です。余興は終わりだ、ハンジュン。あ、兄貴。ユタ。余計な真似をするな！私に恥をかかせる気か。ユータ君を放しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている。拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、このハン・ジュンギを倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。ジングオン派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよく分かりましたよ、桐生さん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。怪我は痛むかな、ユータ君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。恨みがましい目をするな、君は。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。それは君にも伝わっているはずだ。さあ、戦いは終わったんだ。握手をしよう。調子狂うな、クソ。達川の写真だ。うん。お前の言う達川もこいつのことだな。間違いねえか。ええ。我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが。達川は今どこにいる。その前に、なぜ彼をお探しで。あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか。お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ美しくないとは思いませんか。例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭われた。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なのかも我々は知っているつもりです。今あなたが興味を持って動いていることはその関連に尽きるでしょう。となると、達川君も沢村遥さんの事故に関わっていると。余計なことを喋るつもりはない。それとも達川は今もお前にとって元従業員以上のつながりがあるのか。つながりはありませんが、
達川君はなかなか面白い男でしてね。どうやら彼は本気でホストをするためにカムロ町に来たわけではないらしい。達川がスターダストでホストをしていたのはある種の目くらましだったと私は考えています。目くらまし。達川はスターダストを辞めるとすぐにアジア街に出入りするようになりました。彼が中国語を話せるのはご存知でしたか？何？間違いないです、キリュウの兄貴。達川は中国語ができます。俺や田頭にも教えられるくらいで。ほう、君も中国語がわかるのか。大方可愛い中国娘でも口説こうとしたんだろう。そう、それがなんだよ。外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。達川君は店を辞めた後、その中国語を生かしてアジア街のマフィア、西洋界のお抱えの情報屋になったのです。むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりでカムロ町に来た節がある。それじゃ達川は尾道にいた頃から中国マフィアとつながっていたってことか。で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ町のホストになった。ユータ、タスカはそんなことをするような男だったのか。ガキの頃から知ってるんだろう。そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。キリュウさん、なぜタスカをお探しなのか訳を話してはもらえませんか。私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。達川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は達川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ？カムロ町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大岡ビルというのがありましたね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。わかった、それだけわかりゃ十分だ。あ、兄貴、お会いできて光栄でした。キリュウさん、ジンゴン派が東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽っているなんて話を聞いたが。彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にもカムロ町の取り分はできるでしょうね。ですが陰で抗争を煽ってるなんてのは言いがかりです。とでも言っておきましょう。そうか、邪魔したな。またいつでもおいでください。歓迎しますよ、キリュウさん。キリュウの兄貴、さす…あれ？タスカーのネグラは、ハルカがひき逃げされたのも占領通りのそばだった。多分事故現場からすぐ目と鼻の先だ。偶然にしちゃできすぎている。え？タスカーに話を聞かねうちは、多分ハルトの父親だろう。分かってます。兄貴、俺、南雲の頭を呼んできます。この後、例の大岡ビルの前で待ち合わせでいいですか？はあ。俺らが行くまで踏み込まないでくださいよ。達川に逃げられねえように、
それじゃあ。取らせやがって。出てけ、二度と来るな。出てけ。なんだ。どうか足を止めて、ご存知かどうか。採用会が現れて彼らを排除するには、まず必要なのは採用会のいるアジア街には、そしてあなた方の身の今後さ、お分かりいただけただろうか。採用会に月々の見始めを収め、それが嫌なら今後私と共にカムロ町の安全を取り戻すために戦おう。くそ、ゴミ袋だ。ゴミ袋が爆発したんだ。爆発した。おい、さっきの爆発。さっきの。ああ俺はさ、爆発したのは黒いゴミ袋か。ああ。何？40過ぎくらいの男で。中国人。そんなの知らただ俺はここに。どこでだ？カムロ町にある。あそこか。出てけ。出てけ。二度と来るな。いらっしゃい。うまいな。さ、行くか。